星の王子様前編。僕は今までこの話を誰にもしたことがない。それでも今回話すのは、もし彼が再び現れた時、真っ先に僕に知らせてほしいからだ。あれは6年前のこと。飛行機の操縦士だった僕はエンジンのトラブルでサハラ砂漠に不時着する羽目になった。その時は乗客も整備士もいなかったし、人里からは1000マイルも離れていた。飲み水は1週間分しかない。僕は一人でエンジンを修理しなければならなかった。夜になり、僕は砂の上で眠りについた。大海をイカダで漂流する遭難者よりも自分ははるかに孤独なんじゃないかと思った。ごめんください、羊の絵を描いて。え？僕はまるで雷に打たれたみたいにびっくりして飛び起きた。するとそこには真剣な目で僕を見ている、まるで王子様のような姿の少年がいたんだ。僕に羊の絵を描いて。え、というか一体君はここで何をしているの？お願い、羊の絵を描いて。僕が勉強してきたのは地理と歴史と算数と文法だけだよ。絵は描けない。そんなの平気、羊の絵を描いて。僕に描ける絵なんて一つしかないよ。人間ってやつは驚きすぎると素直に受け入れてしまうものらしい。僕は言われるがままに紙とペンを取り出して殴り書きをした。違う違う、蛇に飲まれた象なんていらないよ。え？蛇はすごく危険だし、象はちょっと大きすぎる。欲しいのは羊なの。羊の絵を描いて。そこで僕は次々に描いてみせるのだが、この羊病気で弱ってる。ねえ、これは普通の羊じゃなくてオスの羊だよ。角があるでしょ。年取りすぎてるよ。僕、長生きする羊が欲しいんだ。書いても書いても却下されてしまう。こんなことよりも早くエンジンを分解してみなくちゃならないというのに。苛立った僕は四角い箱に穴の開いたものを適当に書いて渡した。ほら、箱を書いてあげたよ。この中に羊はいる。ああ、そうだよ。僕はこういうのが欲しかったんだ。え、そんなのでいいの？うん。あ、ねえ、この羊、草をいっぱい食べるかな？どうして？だって、僕んちとっても小さいんだもん。平気だよ。その箱は小さいから。羊もきっと小さい。こんな風にして僕は王子様と知り合ったのだった。翌日からは飛行機の修理をしながら彼の話を聞くという奇妙な日々が始まった。ねえ、ここにあるこの置物何？これは置物じゃない、飛ぶんだ。飛行機さ、僕の飛行機。え？君、空から落ちてきたんだ。うん。じゃあ、君も空から来たんだね。どの星から？え、ってことは、君はよその星から来たの？ああ、そっか。この飛行機だとあんまり遠くからは来れないか。それから3日が経ち、その王子様はいろいろなことを話してくれた。彼が遠い星から来たこと。その星は家一軒ほどの大きさしかない、とても小さな小惑星だということ。そして5日目、彼はいきなりこんなことを聞いてきた。どうやらそれはずっと黙って抱え込んでいた
心配事のようだった。ねえ、羊が小さな木を食べるって本当？ん？ああ、本当だよ。木を食べるんなら花も食べちゃうのかな。羊は目の前にあるものなら何だって食っちまうよ。トゲのある花でも？そう、トゲのある花でも。それじゃあトゲは花にとって何の役に立つの？僕はそんなことは知らなかった。その時の僕はエンジンの固く締まりすぎたボルトを外そうと、そのことで頭がいっぱいだった。故障がとても深刻なものに思われて心配になっていたし、飲み水がなくなるという最悪の事態を恐れていたんだ。トゲって花にとって何の役に立つのかな。ああ、もうトゲなんて別に役に立たないんだよ。きっと意地悪な花にはトゲができる、それだけなんだ。え、そんなの信じられないよ。花はね、とっても無邪気なんだ。でも花は弱いんだ。きっとトゲがあれば自分は怖そうに見えるって、そう思いたいだけなんだ。とりあえずボルトを外さないと。でも君は本当にそう思ってるの？花のトゲが。違う、適当に答えたんだよ。悪いけど何も考えてない。そんなことよりも僕は今大事なことをやっている最中なんだ。大事なこと？くそ、なかなか外れないな。君は間違ってるよ。大事なこともそうじゃないこともごちゃ混ぜにしてる。何百万年も昔から花はトゲをつけている。何百万年も昔から羊はそれでも花を食べるんだ。何の役にも立たないトゲをどうして花が苦労してまで作るのか、それを知りたいと思うのは大事なことじゃないっていうの？僕はこの世で一輪だけの花を知っていて、それは僕の星以外どこにも咲いていないのに。小さな羊がある朝、何にも考えずにパクッとその花を食べてしまうかもしれない。そう考えるのは大事なことじゃないの？宇宙にたった一つしかない花を愛していたら、夜空を眺めるだけでも幸せになれるんだよ。僕の花がどこかで咲いているって思いながら。でも羊が花を食べてしまったら、僕にとっては全ての星が突然消えてしまうようなものなんだ。それが大事じゃないっていうの？それ以上、王子様は何も言えなくなった。そして、突然大声で泣きじゃくった。僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのことも、ボルトのことも、喉の渇きも、死ぬことさえも。君が愛している花は危ない目になんか合わないよ。僕が君の羊に口輪を書いてあげる。君の花には身を守るものを書いてあげる。それからどう言っていいのか僕にはよくわからなかった。自分はなんて不器用なんだろうと思った。少しの沈黙の後、王子様はその花についてポツリポツリと語り始めてくれた。あのね、昔僕の星にね、見たことのない花が芽を出したんだ。その花はどこか違う星から種の状態でやってきて、そして咲くまでにとても時間がかかったそうだ。おしゃれな花だったから、くしゃくしゃの姿では顔を出したくなかったんだ。ゆっくりと時間をかけて一枚一枚花びらを整えていった。そしてある朝、まさに日の出とともに彼女は姿を現した。失礼、たった今目が覚めたところなの。あら、まだ髪がくしゃくしゃね。
わあ、なんて綺麗なんだ。でしょ？私はバラの花だもの。それにお日様と一緒に生まれてきたのよ。綺麗だけど性格はあまり控えめじゃないんだな。ねえ、そろそろ朝ごはんの時間じゃないかしら。私にも何か用意してくださらない？うん、じゃあお水をあげるよ。チョロ。こうして王子様は毎日彼女のお世話をするようになった。その一本のバラの輝きと素敵な香りは小さな王子様の星をとても華やかなものにしてくれたそうだ。しかし彼女は少し見えっ張りな性格だったので、しょっちゅう気難しいことを言っては彼を困らせてしまった。私にはトゲがあるから爪を立てた虎が来たって平気なのよ。虎なんて僕の星にはいないよ。それに虎は草を食べないし。私、草じゃありません。あ、ごめん。虎はちっとも怖くないけれど風がとても怖いの。ついたてはないかしら。風が怖い？植物なのに風が嫌いだなんて気の毒に。ついたてを持ってくればいいんだね。それとね、夜はガラスケースをかぶせてほしいの。あなたのお家ってとても寒いわ。きっと星の位置が悪いのね。私が前にいたところは。え？前にいたところってここで育ったのに？おほん。彼女はつい無邪気に嘘を言ってしまったことに気づいて咳払いをした。恥ずかしくなったけど、おほんおほんと咳をして王子様のせいにしようとした。ねえ、ついたては？取りに行こうとしたら君が喋ったんじゃないか。寒いわね。おほんおほん。毎日こんな調子だったから王子様は少しずつ彼女のことが信じられなくなった。大して意味のない言葉を真剣に受け止めて、その度にとても辛くなった。その時は分かんなかった。あの子はね、天の弱なだけだったんだ。言葉よりもしてくれたことを見なくちゃいけなかった。あの子は僕をいい香りで包んでくれたし、僕の星を明るくしてくれたんだ。でも僕はあまりにも子供で全然それが分からなかった。少しずつ花と一緒にいるのが辛くなって、僕は自分の星を出ることに決めたんだ。王子様は渡り鳥を使って星を出ることにしたそうだ。出発の朝、彼は自分の星をきれいに掃除して花に最後の水をやった。毎日決めてやっていたことだけど、この朝にはずっとずっと愛おしく思えた。最後にもう一度だけ花に水をやってガラスケースをかぶせようとした時、彼は不意に泣きたくなってきた。さよなら。さよなら。花は咳き込んだ。だがそれは風邪をひいているからというわけではなかったようだ。私バカね。ごめんなさい。許してね。幸せでいてちょうだい。彼は驚いた。花が非難の言葉を何一つ口にしなかったからだ。ガラスケースを持ったままおろおろとその場に立ち尽くした。どうして花が穏やかで優しいのかわからなかった。私ね、あなたのことが好きだったの。知らなかったでしょ。あなたにはちっとも伝わらなかった。私のせいね。どうでもいいか。お幸せにね。それとそのガラスケースは放っておいて。もう必要ないの。でも風が。風は大したことないわ。ひんやりした夜風は体にいいし、
私花だもの。でも虫が。毛虫の1匹や2匹我慢しなくちゃね。蝶々とお友達になりたいもの。とっても綺麗なんでしょ。だって他に誰が訪ねてきてくれるかしら。あなたは遠くに行っちゃうし。大きな獣も全然怖くない。私にはトゲがあるわ。彼女の声は静かで穏やかだった。王子様は何も言えなかった。ただ涙だけが止められなかった。さあ、いつまでもそこでグズグズしないで。行くと決めたんならもう行って。彼女は泣くのを見られたくなかったんだと思う。そういう花だったから。そして王子様は星を出て6つの星を見て回った。それらの星にいたのは自分の体面を保つことに忙しい王様。毎日酒を飲み、それを忘れるために酒を飲む酔っ払い。夜空の星の所有権を主張し、その数の感情に日々を費やす実業家。星が1分ごとに自転するため、1分ごとに点火や消火を行っている点灯夫。そして自分の机を離れたこともないという地理学者。6番目に来た星は前の星より10倍も大きかった。これはこれは、探検家じゃな。いらっしゃい。ここで何をしているのですか？わしは地理学者じゃ。何、地理学者っていうのは？海や川や町、それに山や砂漠がどこにあるのか知っている学者のことじゃ。へえ、面白そう。それから王子様はその星をぐるりと見た。こんなにも大きな星は見たことがなかった。とっても大きいですね、あなたの星は。海はあるんですか？全くもってわからん。え？じゃあ町や川や砂漠は？それも全くもってわからん。でも学者なんでしょ？さよう。だが探検家ではない。学者というのは偉い人じゃからな。歩き回ったりはせん。自分の机を離れないのじゃ。その代わり探検家を迎えるのだ。質問をし、探検家の話を書き取る。ところで、君は遠くから来たんだな。探検家だ。さあ、わしに君の星のことを喋ってくれんか。え？僕のところはそんなに面白いところじゃなくて、すべてが小さいんです。あ、でも綺麗な花を一つ持っています。わしらは花については書き留めん。どうしてですか？一番綺麗なのに。なぜなら花は儚かないんじゃ。儚かない。地理の本はな、決して時代遅れにならない永遠のものだけを書き記す。例えば山の位置が変わるなどということはめったにあることではない。で、その儚かないって何？近いうちに消えるかもしれないって意味じゃ。花の命は短い。僕のお花はもうすぐ消えちゃうかもしれないの？かもしれん。僕の花は儚かない。周りから自分を守るのにたった4つの棘だけ。なのに僕はたった1つ置き去りにしてきたんだ。
王子様は不意にやめておけばよかったと思った。でも気を取り直して尋ねた。これから行くのにおすすめの星はありませんか？地球という星じゃ。なかなか評判がいい。そして王子様はそこを出発した。花のことを考えながら。そういうわけで7番目に訪れた星が地球だった。続く